残したことありませんか？私ね、学生時代にめっちゃやりたかったけどやりそびれちゃったことがあって、今日はその夢を叶えにマクドナルドにやってきました。そう、私ね、学生の時にマクドナルドでアルバイトしてみたかったんですよ。マックで働いてる友達がいて、なんかいつも楽しい楽しいって言って、いいな、私もやりたいなと思いつつやりそびれちゃって、だから今日はね、今からお仕事をするわけなんですけども、もうマックのレジとか、あとハンバーガーどうやって作るのとか知れるのがもうめちゃめちゃ楽しみです。それじゃあ行ってきます。いやー、めちゃめちゃ緊張しますね。おはようございます。いらっしゃいませ。あれ、まーちゃんとおーちゃん、私たちがマクドナルドの先輩です。先輩です。はい、というわけで今日はまーちゃん、おーちゃんと一緒に6月28日から発売されているマックアドベンチャーなりきりマクドナルドの販売を記念したマックアドベンチャー体験をしにやってきました。マックアドベンチャーとは本物のマクドナルドのキッチンで、手洗いやハンバーガー、ポテト、ドリンク作りにチャレンジできる身近で本格的な職業体験です。というわけで、みんなでマックの店員さんとお揃いの格好をさせてもらってます。イエーイ、おしゃれおしゃれ。本当は3歳から12歳までのお子様が体験できるんですけど、今回特別に大の大人である私も一緒に体験させていただきます。わけで始まったマックアドベンチャー、まず最初に汚れを取ってしっかりと手洗いをします。後でハンバーガー作った時にバイキンさんついちゃって大変だから、泡がなくなるようにきれいに流します。こちらマックのキッチンになっています。こちらがお肉を焼く鉄板、フライパンみたいなものになります。マクドナルドではお肉のことパティって呼んでます。これがこのパティです。すごい、そう、すごいカチカチに凍ってて、このままじゃ食べれないよね。そう、だから今からここで焼いていきます。パンが下がって、おー、すごい、できた。ちゃんと焼けてる。このシーズニングをお肉にかけていきます。うわ、もう食べたい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 。せーの、あ、来た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 見えた、うん、はい、おい、美味しく焼けますように。美味しく焼けますように。くまみさんの分、はい、できました。ちょうどくまみさんの分、熱いね、これ。ハンバーガーをいよいよ作っていきます。ラッピングあるの、見たことある。あ、すごい。黄色い、なんだと思う、黄色い、マスタード、マスタード、そう、マスタードを打っていきます。下まで一回、そう、そうです。あ、なんか変な位置に出ちゃった。一番下手なんだけど。うおー、たっぷり。豪華。一回ギュッて出すと出る量が決まっていて、だ、誰が作ってもハンバーガーがいつも同じ味にできるようになってます。おー、すごい。せーの、だって、アイス取って、おー、でかい。そうで、真ん中にびっくりした、置きます。そう、上手じゃん。バーガー持って、一回でんぐり返しさせます。これで、みんながいつも食べてるハンバーガーの完成です。これ食べていいの？これ食べていいよ、後で。そう。早いね。あ、遅かった。ピュン。冷凍してある状態のポテトです。で、これを油の中に入れるので、皆さん、避けてください。避けてください。大丈夫だよ。はい、3、2、1、上がりました。おいしそう。あ、なんかめっちゃ匂いが、あ、匂いがたまらない。そうだね、おいしそう。メロンちゃん、おー、入った、たっぷり入
後はできた商品をトレーに並べておもちゃを置いたらハッピーセットの完成です。お待たせしました。はーい。はい、おー、美味しそう。はい、どうぞ。ありがとう。はい、どうぞ。はい、ありがとう。じゃあこれはうちらで。はい、これでマックアドベンチャーの全工程が終了しました。楽しかった人、はーい、ありがとうございました。いただきます。ポテト食べよう。うん、これで自分で入れたの。ね、自分で入れてた。どう、自分でやったポテトは。うん、うん、たまらん。揚げたて最高。おプロの技よ。あ、自分で作った。おいしい。食いしん坊だな。大きいながら。おお、すごい。バクって食べ。あんのまま。すごい顔だったよ今。ごちそうさまでした。マックアドベンチャーはマクドナルドのホームページから予約することができるので、皆さんもぜひ体験してみてください。こちらの金額で体験することができます。イエーイ。そしておもちゃ。そしてそう、おもちゃ。タラッタ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 ッハッピーセット。ゲームゾーン。小さい順、小さい順ね。1,2 じゃあ小さい順から開けましょう。はい、ママ開けて。わー、なにこれ。お肉焼くよ。はい。はい。おお。すごい。焼けたよ。シャキーン。こんがり。職人じゃん。職人だ。ドヤー。おお。かわいい。オレンジジュース。オレンジジュースください。かしこまりました。せーの。おお。すごい職人ですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。最後なんだろう、これなんだろう、なんだろうな。お、じゃーん。おお、なにこれ、なんだろう。サウンドハッピーセットボックス。どうすと、うちらが大好きな音や。パカーン。そう、トレー、トレー、トレー。すごい、これかわいいね。かわいい、ミニチュア。ミニチュア。ハッピーセットでございます。おもちゃが全部であと3種類、全部で6種類あります。1,2,3,4,5,6。 6月28日から発売されているマックアドベンチャーなりきりマクドナルドです。カウンターで注文するところから商品が提供されるまで、まるでマクドナルドの店員さんになったかのようななりきり体験ができるおもちゃです。ハッピーセット初の試みで、マクドナルドのツールがミニチュアになった他にはない可愛いデザインです。いつものハッピーセットだとキャラクターとコラボとかが多いから、なんか逆に新鮮じゃない、これ。めっちゃおしゃれ。可愛いね。じゃあ他の3つどんなだろう。じゃあ残りの3つ、まずはこれ。これおもちゃなの。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 本物じゃないの。おもちゃです。おもちゃなの。おもちゃです。ブルーサンバイザー。はい、お注文聞いたり答えたりするやつですね。すごいね、ちゃんとさマイクがあるよ。かっこいい。あ、そしてこれがキャッシュレジスター。え、なんか入ってる。お金がスマイルポイントですね。入ってる。スマイルいっぱい。しかもこれいっぱいある。すごいよ、これなんかメニューもめっちゃ細かく書いてある。これいくよ、うん、せーの。すごいね、これでしまえるんだ。なんか自分のものとかしまえそうね。小さいやつ。これはこん中に入れといて。これがかわいい並べ方です。ありがとうございます。それは何ですか。ドライブスルーオーダー、オーダーマイクです。すごいね、これ声がピーてる。ご注文はスイートコーン。はーい。本当のドライブスルーみたいになる。あー、あー、あー。
私も聞いてみたい。ご注文は何になさいますか？ハンバーガーセットとスイートコーンと 100% アップルジュースとおもちゃは絵本で。めっちゃ食べる。じゃあ店員さん、頼む人、作る人。そう、作る人。じゃあドライブスルーだから車買おう。プープー、プープー。すいません。はい、何しますか？ハンバーガーセットください。はい、ハンバーガーセット。はい。じゃあ今からお肉を焼いていきたいと思います。3、2、1。おー、こんがり焼けました。なんかいい匂いがしてきたな。はい、じゃあハンバーグができたので 100% オレンジジュースを作っていきたいと思います。はい、入ってきました。それじゃあこの中にハンバーガーセット入れていきたいと思います。あとオレンジジュースも。はい、できました。あー、来た来た。そっと、さっきまであんなに盛り上がってた。おー、ありがとうございます。あれ、いくらですか？いくらですか？6、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 
はい、ロックスマイル。はい、それじゃあお返しは1スマイルでいいよね。お返しする。あれ、ぴったりぴったりとしたんだけど。はい、お返しです。なんかおまけしてくれたぞ。お預かりしました。はい、じゃあ、お返しです。はい、お返しです。ねねねね、違う違う、なんかお金が増えてる気がする。終点です。終点です。終点、閉店じゃないの、それを言うの。閉店です。あ、閉店。あ、じゃあ最後、今日ギリギリハンバーガー買えてよかった。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日はみんなでマックアドベンチャー体験をしてきました。イエーイ。みんなどうでしたか？本当に体験してお勉強になるし、お勉強したからマックの店員さんになれそうです。おー、自分で作って食べたら、自分で作ったのも美味しいなと思いました。自分で作ったのを特別美味しく感じた。出来上がったものを見て、とてもまーちゃんおーちゃんが作ったと思えない、なんかこうプロが作ったみたいに、うん、上手に出来上がってて、味も美味しかったので、すごい感動しました。あとはみんなで作ったハンバーグを100個食べれそう。めっちゃ欲しがってたから、うん、もうそのぐらい嬉しいです。ソルちゃんは？本当に私これ子供の時にやってたかったなって思いました。もうこのマックアドベンチャーっていうのが30年ぐらい前からあるらしくて、知らなかったって思って。ギリギリ間に合ったよ。やれたよ。やれた。あと私と同じ年ぐらいの子でも結構お子様がいる子もいるから、なんかぜひみんな夏休みとか行って体験してほしいなって思いました。皆さん楽しいですよ。楽しいですよ。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。マックアドベンチャーとハッピーセット、マックアドベンチャーなりきりマクドナルドの詳細は動画概要欄にリンク貼っておくので、そちらをチェックしてみてください。今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。